外出が難しいお年寄りたちに正月気分を割ってもらおうと、宇都宮市の介護老人、たけし施設で、神社から神職が訪れて出張初が行われました。出張初詣は、海谷小市の介護老人保健補助校、白鷺省が、谷町にある高原山神から神職を招いて、年を行っています。祭が設けられた。他の利用者も一斉に手を合わせて今年一年の健康などを願っていました。た、おみくじも用意され、今年の運勢、占っていました。90代の女性は、みくじは注意押しが出て、嬉しいです。家が元気に過ごせる H になるようにお祈りしましたと話してました。高原、神社の神職の脇尾誠さんは、施設にいいと季節を感じることもなかなかできないで、お正月を感じてもらえたら嬉しいと話していました。